実際。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、ディープクールの AN600 になります。何これ手裏剣。こちらはトップフロー型の CPU クーラーになります。トップフロー型。最近のだと AK400 や AK620 のような横向きにファンが向いている、サイドフロー型の CPU クーラーが主流ですが、こちらのトップフロー型だとこれらに比べて高さが低いことから、ITX やスリムケースなどにも使えるクーラーなんですよね。ということで今回はこちらの AN600 を紹介、検証していきたいと思います。あれ?クーラー検証ということはまさか A9? 今回は AMD Ryzen 7 7800X3D を使って検証していこうと思います。ゲーム最強 CPU ね。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。それではまずはいつものようにホームページから見ていきましょう。まず AN600 は 180W までの CPU に対応した薄型 CPU クーラーと書かれています。先ほども言いましたが、近年は CPU の発熱量が上がっていってる結果、サイドフロー型の大型エアフロークーラーが多くなってきたので、こういったトップフロー型だと小さいパソコンや ITX にも小さくまとまるのは良さそうですね。あれ、あんた ITX で小さいパソコンなんて作ったことあったっけ?では下に降りていき、潜在写真があって、なんか背景おしゃれね。その下には特徴が書かれていました。62個のアルミニウムフィン、120mm ファン、6つの最適化されたヒートパイプ、同製プレート、高さ 67mm。おそらくこの5つがこの AN600 の特徴なのかなと思います。さらに下に行くと CPU クーラー以上のものと書かれているのですが、CPU クーラー以上のものってどういうことなんでしょう。おそらくスリムで小さいクーラーの割にかなり冷やせるよってことが言いたいんですかね。さらに下に行くとクリアランスについて書かれています。取り付ける向きによって違うみたいですが、電源回路側だと 42mm、メモリ側だと 40mm の余裕ができるみたいです。あれ、なんで向きが変わるだけで 2mm 変わるの?確かに。これについては後ほど実際に取り付けてみてみましょう。その下は付属品やスペックなどが書かれていました。では実際に開封してみましょう。箱はかなりコンパクトでかなりシンプルな作りとなっています。開封は上から開けていきます。なお開けるのに本人はちょっと苦労した模様。あんた本当不器用だもんね。では開けていきましょう。開けるとまずは付属品の入った箱が入っていました。この付属品の入った箱はディープクールおなじみの箱ですね。一応中身はこんな感じ。その下にはクーラー本体が入っていました。手裏剣ね。では本体は後ほど見ることにして、付属品から見ていきましょう。こちらの付属品ですが、基本的に AK シリーズと中身は同じようなものが入っていました。こちらはインテル用の金属バックプレートですね。こちらはインテル用と AMD 用のプレートになります。画面左側がインテル用、右側が AMD 用となります。続いてこちらがインテル用のバックプレートと、共通で使うネジです。これは何度も出てきているので説明は省略。ちゃんと説明しなさいよ。続いてこちらがグリストローノイズアダプタケーブルになります。ローノイズアダプタケーブルは、パソコンファンの回転速度とノイズを低減させることができます。あとは取扱い説明書が入っていました。こちらはイラストメインなのでわかりやすいですね。ということでこちらが付属品一覧となります。必要最低限のものしか入ってないといった感じですね。では続いてクーラー本体を見ていきましょう。シュララ。では続いて CPU クーラー本体を見ていきましょう。出し方は合っているのかわかりませんが、逆さまにして出していきます。こちらが CPU クーラー本体となります。片手で収まる感じの可愛らしいクーラーですね。確かに可愛らしいわね。あ、シュラミちゃんが持つとリンゴのようにぐしゃっと潰れちゃうから気をつけてください。なんでよ。ではこの AN600 の特徴を見ていきましょう。先ほど言った特徴はこちらでした。まずは62個のアルミニウムフィンですね。こんな感じでフィンが並んでおります。特に曲がってたりともなさそうですね。続いてこちらが 120mm ファンになります。9枚の羽と真ん中がスケルトンになっていてモーター部分が見えるようになっています。AK620 に付属しているファンと見比べるとこんな感じで違います。大きさはどちらも 120mm ファンなので違いはありませんが羽の形状がかなりスリムになっています。厚さも約半分ぐらいの大きさとなっています。確かにこれはスリムね。で、すでに映像では外してしまったんですが、このファンはネジ止めされているだけなので簡単に取り外すこともできます。続いて6つのヒートパイプです。安い CPU クーラーだとヒートパイプが4本というのが多いのですが、こちらの CPU クーラーは6本搭載しています。そのため、ミドル帯の CPU でも排熱を促せるような仕組みになっています。ちなみにみんな大好き AK400 はヒートパイプ4本になります。なので AK400 以上に冷やせる CPU が多そうですね。続いて同製プレートになります。こちらは AK400 のようなダイレクトタッチ方式ではなく、同製プレートが取り付けられており、その分 CPU との密着性を高めています。
そして最後は高さ 67mm ということです。サイドフロー型の CPU クーラーだとどうしてもクーラーそのものに高さが出てしまうのでスリムケースや ITX ケースには入れられない場合があります。その点、こちらの AN600 だと高さが 67mm なので小さいパソコンなどにはいいかと思います。では今度は実際にサイズも見ていきましょう。公式値では 122×120×67mm となっています。どっちが長さでどっちが幅だかわかりませんが、だいたいどちらも 120mm でした。というかピンとかが出てるわけではないので、ファンの大きさがそのまま長さと幅なような気がします。高さに関しては先ほども測りましたが 67mm でした。重さも測ってみました。重さはクーラー本体だけで約 450g でした。小さい分クーラー自体もかなり軽いですね。では実際にこちらのクーラーを取り付けて冷え具合を見ていきたいと思います。小さいだけで冷えなかったら意味ないもんね。ということで今回は AMD Ryzen 7 7800X3D を使って冷やせるのかやっていきたいと思います。こちらの CPU はデフォルト TDP が 120W なので、TDP 的には問題ないかと思います。これを冷やせれば、小さい最強ゲーミングパソコンも作れるんじゃないかなと思ってます。それでは組み立ていってみましょう。シュララ。では取り付けていきましょう。まずはマザーボードにクッションネジを取り付けていきます。今回は AMD マザーでの取り付けの説明となります。AM5 の場合はバックプレートが付属されているので、金属バックプレートが必要ないのがいいですね。AM4 とかのマザーボードの場合はマザーボード付属のバックプレートを使用してください。こちらのネジは手で締めるだけで大丈夫です。続いてリテンションプレートを取り付けていきます。あれ、これも今までの AK シリーズと同じもの。それなんですが、こちらが AN600 と AK620 にそれぞれ付属していたものになります。見た目の形は一緒なんですが、こちらわかりますかね。あれ、ネジの長さが違う。そうなんです。右が AN600、左が AK620 となります。見た目が似てるので流用できるかなと思ったんですが、残念ながら流用はできないのでご注意ください。ではこちらを取り付けていきます。AMD の場合は、CPU の上と下のところに取り付けていきます。こんな感じで入れれば OK です。続いてこちらをネジ止めしていきます。こちらのネジはインテルも AMD も共通で使うものとなります。ネジ止めができたら次へ行きます。続いてはグリスを塗っていきます。今回もグリスは SMZ01R を使用していきます。こんな感じで塗れたら CPU 本体を乗せていきます。CPU クーラーを乗せる前に、必ずこのペリペリを剥がすのを忘れないようにしましょう。このペリペリを剥がさずに乗せると CPU が全然冷えないのでご注意ください。で、今回どの向きで取り付けようか悩んだんですが、今回使っている MSI Pro X670B Wi-Fi だと、ディープクールのロゴを電源回路側にすると、電源回路にぶつかって取り付けることができなかったので、ディープクールロゴがメモリ側に向くように取り付けました。映像ではメモリを刺さずに取り付けていますが、実際は先にメモリを刺してからクーラーを取り付けた方がいいです。クーラーのネジ止めについては、ファンを取り外してもいいですが、そのままでもネジを締めることができます。両方均等に締めたら取り付け完了です。ということで取り付けるとこんな感じになります。なんかファンモーターむき出しのところが賛否両論ありそうね。そうですね、ここは結構好みが分かれそうですね。で、見た目よりもみんなが気になるのが、メモリとのクリアランスですよね。こちらマザーボードに取り付けた状態での撮影なんですが、思っていたより狭いです。一応マザーボードから 40mm までの余裕がありましたが、私が普段使っている G スキルのトライデント Z だとクーラーをつけた状態ではまず取り付けられず、4スロット目に入れたところ、ヒートシンクが完全に干渉してしまいました。なのでヒートシンク付きで背の高いメモリを使いたい場合は、電源回路がぶつからないマザーボードで CPU クーラーのロゴが反対に取り付けられないと背の高いメモリは使用することができません。ちなみにネジの関係で90度反転ロゴが上か下を向く向きは取り付けができません。ということで光らないメモリに挿したところこちらは問題なく取り付けができました。一応隙間としてはこのくらい空いていましたが、かなりギリギリではあるかなと思います。メモリによっては光るメモリも挿せるかもしれませんね。実際に動かしてみるとこんな感じでした。あれ、なんか光ってる。明るいとわかりにくいのでちょっと電気を消してみましょう。はい、こんな感じでモーター部分には白色 LED が搭載されています。このメカメカしいのが光っているのは個人的には結構好きです。さらに暗くするとこんな感じでした。ちょっとモニターの白色が強すぎてオレンジっぽくなってしまいましたが白く光ってます。ではこのままシネベンチをやってみましょう。シネベンチ R23? ということで一番冷えているのかわかるシネベンチ R23 をやってみました。早速結果を見ていきましょう。
まずはスコアから、今回はせっかくなので AK620 を使用した場合と比較してみました。まずは AN600 の結果は 16,577 と 16,812、AK620 の方は 16,996 と 17,175 となりました。同じ CPU なのにスコア差が出ているということは、やはり冷え具合に差が出たのかなと思います。ということでこちらが温度差になります。AN600 は最高温度が86度と83度、アイドル時が44度、AK620 は最高温度が84度と82度、アイドル時が42度となりました。個人的な感想ですが、AMD Ryzen 7 7800X3D をこの温度で抑えられるなら AN600 でも十分かなと思いました。で、トップフロー型といえば電源回路が冷やせるみたいな話があったので試しに計測してみたんですが、結果はこのようになりました。今回は計測ソフトでの読み込みなので、正しい数字かどうか微妙なところもありますが、結果としては変わりませんでした。もちろんケースに組み込んだりしたら多少は変わるのかもしれませんが、正直 OC とかしないで普通に使う分にはそこまで電源回路の冷え具合は気にしなくてもいいかもですね。CPU クーラーの運用も計測してみました。クーラーから30センチ離れたところで 100% 負荷がかかっている時の運用ですが、だいたい 40dB 前後でした。音に関してはあまり気にしなくていいかなといった印象です。はい、ということで今回は、ディープクールのトップフロー型 CPU クーラー AN600 をご紹介しました。ところでこれいくらなの？はい、こちら編集時点での最安値ですが、7788円となっています。発売時の価格が8280円とかなり高かったので、このままもうちょい安くなってくれれば買いたいって人も増えるかもですね。ただ AMD Ryzen 7 7800X3D をあれだけ冷やせれば、小さな最強ゲーミングパソコンなんかも作れるかなと思いました。グラボ次第だけど。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。